さあそれでは007のロータスエスプリですね、こちらをやっていこうと思います。今回からパック2という風になっていくんですけれど、パック2をね一気にドバッとこう一つの動画にまとめてしまうので、長いお付き合いになるとは思いますが、よろしくお願いします。今回も、アゴラモデルズさんからキット提供していただいてもらっております。でパーツ、ステージ7というところからなんですが、何が入っているのかと言いますと、ドライバーシートの組み立てという風になっておりますので、こちらをやっていきましょう。こんな感じに両面テープをまず貼りまして、とピロッと剥がして、これをこの入っていたシートのここにペタッと、こんな感じですね、貼っていくよと。でこちらを剥がしまして、こちらですね、このリアルな、この何とも言えないリアルなスポンジを、これをこういうここにちょうどはまるように、こうですね、ペタッと貼ってギュッと両面テープくっつくようにしておきましょう。 OK でこれで、7は終わりなんですが、今度はドライバーズシートの組み立て2というので、8番ですね、こちらですをやっていきましょう。でステージ8の中身はこんな感じになってますよと。オープン、これもまた何とも言えないこの感触のスポンジが入っております。でこちらも似たような感じですね、シールをおっと、こう見てのこの上ですね、ここにだいたい真ん中にペタッと斜めたけど関係ないと。で剥がしていくよ、何、ちょっとなんでこんなところで手こずるんだ。で、またそこに、あ、なんか切れ端っぽい、こういう向きですね、こういう向きでここにまたはめ込むようにペタッとギュッとしっかりくっつけておきましょう。そうしたら、先ほど作ったものとこのように重ねて、そしたら PS05 のネジ、こちらですね、入ってた PS05 のネジ、これを入れますよと。そしてここに PS05 のネジを止めると。こうですね、クッグッ、 OK できた、こんな感じです。でそうしましたら、今度はステージ9ドライバーズシートの組み立て3となっておるんですが、9のこれかな、こちらですね、ドライバーズシートカバーというのがついていて、よっ、よいしょ、これですね、こんな感じ、これをここにはめ込む、柔らか、これは中に入れ込むような感じで突っ込むみたいですね。よっ、入らない、入った、こういうちょっと包み込むような、あ、このクッション性かかかってなんだ、いいんだよ。でこれで入れたらなんか時代を感じるね、いいね、いいよ。でそうしましたら、今度ステージ10リアキャブレーターの組み立てというふうになっております。10こちらですね、あ、いきなりちょっとメカメカしいところが出てきましたよ。リアキャブレターの組み立てと、まず出しまして、ネジが付属されているので一旦避けておいてですね、こちらに、
よっよっと、こんな感じで、そうしましたら今度はこちらを、向きはこう向きに見て、これをなんか違う気がする、こう向きに見てか、説明書はすごく分かりやすくやっちゃうのに理解しない男で、そうしましたら PS01 のネジ、付属されていたこちらのネジですね、こちらを止めますよと。とりあえず1本、いや裏面からネジでしっかり止めまして、そうしましたらもう一個付属されていたこちらのパーツをこう見てのここにこうつくわけだ。あー、なるほど、こういう感じになってるのね。へー、でそうしましたらこちらも01のネジで止めるよと。武器をこうしてここに入れると、よっ、こんな感じに仕上がると。一応 R という刻印がねされてますね。でこれで完成、でそうしましたらステージ11、フロントキャブレターの組み立てというのですね、11こちらになっております。おそらく似たようなものが入ってるんじゃないかなと思うんですが、あ、ちょっと違うなんか感じになってるね。ただ同じところはサクッと組んでしまって、こことここをつけますよね。そうしましたら先ほどのこの見た蓋をこのような感じでつけて、これも PS01 のネジで留めるよと。しない、大丈夫ね、よし OK で、そうしたら先ほどのこちらですねと合体するらしいですが、これをここにこうつけるようです。おそらくこれも01のネジで止めるのかな、大正解、01のネジで止めるよと。お、あ、いっぱい出てきた。ここですね。で、そうしたら前回あれ、あ、うまくつかない。あのパック1の時に使ったやつですね。あれを用意しないといけない。まあ一応ね持ってきてるんですけどね、ちゃんと。できた。でそうしましたら前回作った
こちらですね、パーツ、エンジンでこれをこういう向きでここにつけろよって書いてあるね、書いてある。こうですね。で、これを02のネジで止めると。ああ、なるほど、見えてきた、見えてきた。動画だとさ、やっぱり慌ててしまう。よっよっ。で、こうなったところにこれをここからこう差し込んだことによって、差し込んでここに締まるようになる感じですね。これもだから02のネジで止めてねと。OK、しっかり締まった。そして完成がこんな感じ。こちらが、フロントキャブレターの組み立てというのが終わったところですね。で、次12になりますね。ステージ12、こちらですね、ギアボックスの組み立てとなっております。おっと、いきなり金属来たぞ。で、中身は、ちょっと待って、ちょっとね転がってった。ふう。で、こちらをここのボッチがねあるんで、こういうふうに合うのでピタッとそこに止めて、その状態でこちらのこういう向きですね、ここに入れてねっつって、でそうしたらそこを PS の23のネジで止めますよ。23のネジどれ？こちらですね。なんか、うう。これは回るっていうことかな。ね、ほら回る。これだってさっき合うところに使わなかったからな。大丈夫だな。よし、OK。で、そうしましたらこちらですね。これをここにこのように入れて、これもネジで締めるのかな。ネジ締めが多いから結構丈夫くていいわ、やっぱり。接着剤とか圧入で入れるみたいな感じだとさ、結構ね、取れてくるんじゃないかっていう心配がさ、多いんだけど。結構手間でもネジが多い方が、後々安心だし、みたいな。感じかな。大きくなって重たくなったりとかね、してくるんでね、持ち上げたりした時にポロって外れると結構泣けるんでね。よっこいしょ、 OK、 ついた、 OK、 こんな感じか。で、そうしましたら13か、ギアボックスの組み立てとなっております。こちらですもやっていきましょう。組み立て2ですね。なんか似たような感じ。こちらですね。すっごく似たような感じ。こちらも同じことをやっていくわけだ。まあ飛ばしたいところですが、もうちょっとちゃちゃっとやってしまいます。23のネジで止める、これですね。もうスタンバっておく。で、これをさっきのここに入れて、これをここに刺して、
で、ここ。OK かな？なんかうまく入ってかないような。入ってた、入ってた。ギュッ。OK。一応ね、樹脂なんで、プラスチックなんでね、あんまり がっつり締めてしまうと、多分、ネジがバカになったりとかね、そういう風にしてしまうので、まあ、程よく効いたところでやめるようなね、癖をつけておかないと、ちょっとひどいことになることもあるかもしれないので、気をつけましょう。で、さっきと同じように、これを、ここですね。ここでこうやって入れてグッと効いたなと思ったら、まあ、やめるぐらいにしないと多分ネジバカになっちゃう。でそうしましたら、今度ステージ14がギアボックスの組み立て3ってなりますね。こちらです。おい、こちらですが、これ R って書いてある方がこっちのこうですね。 R と書かれた方、こちらですね。こちらにこれをこのようにつけますよと。そしたら DS25 か、今度は25のネジで止めてねと。ちょっと大きいネジ、いろんなドライバーが出てくるね。アクロモデルズさんからとはお付き合い長いので、アクロモデルズさんから他のキットで使ったドライバーを使い回してる感じ。赤とかおしゃれだしねただの黒のやつとかね、結構いろいろあるけど、これは100均で、これは100均で買ったやつね。まあ場所に分けて使い分けてる感じかな。あれなんだかんだドライバーはいっぱいあった方がいいと。だけど一番使わないのは精密ドライバーだね。あ、抜けちゃう。精密ドライバーは力が入りづらいからさ、そんな精密なものを力いっぱい締めるっていうことがないから。だけどそれよりもやっぱりちょっとこうね、強く力が入れて締めることができるようなものもあるといいかなっつって。でこれを大向きのここか。でこれも多分そして25のネジで止めよう。でもこれで25の強度分は終わる。1個は予備なんでね。ああ、飛び出してきた。よし。これをここにして。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いいね、いいね。でそうしたら蓋をして、ここを01のネジ2本これで止めるよと。よっ、ちょっと締めてやめておいて、こっち側はしっかり締めよう。こっち側グッド、 OK、 いいね、ぴったり締まってる。 OK。 でそうしましたら、これでステージ14のギアボックスの組み立てが終わった感じですね。で次、ハウジングの組み立てステージ15ですね。ステージ15ハウジングの組み立て1となっております。中身は金属で重たいな。おら、そーっとして、転がっていっちゃうんでね。こう見てここに、ああ隠れてた。これをここ飛んでった。写真でもね、ピンセットで掴んで作業してるの一緒似たような感じやとかんとかね。あ、スッとゆるゆるじゃねえか。
そしたら多分じゃあゆるゆるということは裏からネジで止めます。01のネジこちらですね。ちょ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 2個出てくる。仲良しか。よし、裏からグッ、 OK、 しっかり効いた。でそうしたらこの向きでのこう向きでのここにこう、おほう、なるほど、結構分割されてるね。でここを02のネジ、01しかないんですけど、これまあこれ多分あれだな、ミスだな。後で教えてあげようあの担当の方に違ってましたよっつって、あの皆さん手元に届く前にもちろん私の手元に届いているので、でも結構もう皆さんのところ届いて状態だったら多分誰かが指摘してるからまあいいかと思っちゃうけど、まあ、こういうのにちゃんと気づいて連絡してあげるのもあれかな、親切かな、てか私の仕事の部類に入るかなともちょっと思っちゃうな。で OK ですね。で次最後16ですね。ステージ16ハウジングの組み立て2っていうところですね。こちらでございます。ちょっとこれ出しにくいんです。力がすごい。よーし、OK。で、こちらに、うん、何そんなじゃん、これか、すげえちっちゃいピッカーする。これにこう向きの向きがちゃんと合うのでそれに合わせてグッと、あ、うん、 OK でこの向きにこれをこのように刺すと、で02のネジ PS02、 これは合ってるよちゃんと。結構このね、あの PDF なんだけどさ、説明書作るの大変なんだって。でやっぱり日本だから私ね、だから日本語版に今度変えないといけないとかそういうのがちょっといろいろあるらしくてさ、結構なかなか大変らしいよ。うん、まあさすがに私の手元、あ、でもね、自分の手元に来る時もね、両方パターンがあったりするよ。まだ翻訳前なんですよ。ね、大変だなと思いながら。だいたいね、絵を見て分かるような説明書な感じになってるんでね、まだいいですけどね。こう見て、あ、こういう風になるんだ。あ、半分飛び出るの、はみ出すのね。で01のネジで止めて OK ですと。さあこれもよし。あはは、なるほどね。はい、 OK。できたよ。これでパック2が終わったんですね。次回はパック3になってきます。ちなみにこの今回のこのパック1で、あ、それで30分以内ギリギリか。でも今回の場合だとまだこうさ簡単だったからさ、またこうだんだんボリュー、なんだろう、ディテールの細かいところとかになってくると結構時間かかって30分で収まらなくなるんだよな。ぎゅっよっよっ
まあしょうがないな。いいよ。いいよ。はい、できた。じゃじゃーん、できたよ。ということでサムネを撮りますか。これで、ステージ16ベルハウジングの組み立てというのが終了しました。今回の成果はどこが映えるかなーって、もうここでいいかと。エンジンのコースね、こんな感じでございます。あ、シートもあります。これですね。ということでですね、またね、どんどん進めていこうかなと思いますのでね、また見ていただけたらと思います。ということでね、次回はパック3になりますので、また準備ができましたらやっていこうと思います。ということで今日はこの辺で、ではまた。「果たせなかった」